もうエロい孤独のグルメです、はい、まあ孤独のグルメエロバージョン。癒されたい。まあちょっとその妄想していくっていうところが割と何ですかね、そこまで妄想しますかっていうようなリアルな妄想というよりはちょっとこう本当に想像力豊かなちょっと飛んだ妄想なので、まあ、とてつもなくくだらないドラマですねっていう感じですかね。そんなくだらないしょうもないドラマの、はい、しょうもないとは言ってないしょうもないとはちょっと違う。なんで今足しました、しょうもない。気づくと私は都会のオアシスに来ていた。いや見どころはもう毎回この秋山という人物が癒されていく、もうその癒してくれる数々の女性がもう登場してくるんですけど、いや皆さんね相当キャラクターが濃い方ばっかりで、それぞれね癒され方が違うんですよ。人妻ムレ子にも普段の生活があるに違いない。秋山ね結構真面目なんですよね。これ団塊世代の後に生まれた団塊ジュニア世代で、団塊世代を背中に見て一生懸命こう仕事にそのなんですか邁進した世代を見続けて、その団塊ジュニアたちもなんとなくやっぱその背中を追っかけながら日々の仕事にこうなんですか邁進していく。だからそういう意味では真面目なんですよ。で真面目でストレス溜まってるんだけれども、そこに目をつぶって家族のためだったり自分のためだったりっていう風に一生懸命頑張って働いてきて、いつの間にか疲れてるっていう状態になった時に、こうなんだろう、初めて自分の心の抜きどころみたいなのを秋山は妄想っていうところで見つけたんでしょうねっていう感じなんですよ。だから真面目がゆえの、一生懸命働いて融通が効かないがゆえの妄想だっていうふうに考えると、愛せるキャラクターだなとは思うんですけど、ただのエロい妄想してるおっさんだとは思われたくないっていう、まあ言い訳です、すいません、はい、少し癒されていくか。僕も天気の日にお散歩するのが一番の癒しで、そのお散歩しながら銭湯に行って風呂入って銭湯上がりで美味しいビールを、キンキンに冷えたビールを一杯いただくっていうのが一番の幸せなんですけど、できれば毎日したいですけど、なかなかやっぱり撮影入るとできないので、そういう例えば早めにたまたま撮影がみんな空いてちょっと明るいうちに帰れたりした時に、すぐ家に帰って台本読むんじゃなくてちょっと散歩して息抜きして、それからまた台本に集中するみたいな、そのやっぱ癒しの時間があればこそ仕事に集中できるというか。僕これエロい妄想じゃなくて申し訳ないんですけど、戯曲をやっぱり舞台の読むと、この役者さんでこの役者さんがこうみんな集まってやったら面白そうだなとかっていう、そのキャスティング考えるのが大好きなんですよね。あと車が大好きなんですよね。でそれでそろそろ免許マニュアルで取ってるんで、マニュアルの運転したいなと思うんですけど、ずっとオートマでやってきてるから、なんですかクラッチのその上げた状態からのその一足のつながり方からのアクセルの入れ方みたいなのを、まあ、今妄想しまくってるんですけど、どうしても演出してしまうっていう、ガタンってもうなんですかパニックになって、クラッチ入れた状態でエンジンかかってない状態でこう入れようとしてる妄想とかをして、落ち着けっていう、そういう。そうだ、俺には女神がいる。想像力っていうのはこういう仕事してるにもかかわらず想像力が欠如しているような気がして、日々の生活の中で、で唯一人間ができるなんか作業のような気がして、もしかしたら動物も想像してるのかもしれないですけど、その想像の作業をすることでどれだけ日々の生活が豊かになるか、でそういうところをこの物語でもしかしたら思えないかもしれない。それははっきり言います。今ちょっといいように言いました、ごめんなさい。やっ�ぱちょっと疲れてなんですか、わあもうちょっと息抜きしたいなみたいな時にダラダラ見てくださいっていう感じですかね。
そのなんかちょっと疲れた状態で、あんまりこう考えなくて、くだらねえなってちょっと軽く笑いながら見れるドラマにはなってると思います。一生懸命作ってるんですけど、もしかしたら40代世代の僕たちと同世代の人たちにも見てもらいたいですし、もちろん妄想にシーンに出てくる数々の癒し系 の、 美しい女性たちが出てきますので、これはもう20代30代10代の性の目覚めを感じる瞬間もあるかもしれないですからね。もうこれ幅広い世代に見てもらいたいですね。孤独のグルメは見るとお腹が空きますよね。このドラマはお腹が空きません。胸がいっぱいになりますから、ぜひ楽しみに見てください。一言言いますよ、ありがたいです癒されたい。君は仕事よりプライベートを優先します。私が死ぬ気で部下の分まで残業を。癒されたい。いらっしゃいませ。男たちの欲望を激しく駆り立てる、理性が砕け散っていく、これがいいのか。ナイチンゲール断言しよう、妄想で夢の扉は開かれる。癒されたい男。大丈夫ですか？